そうですか。ダメですか。ああ、わかりました。またご縁があればよろしくお願いします。はい、それでは。はあ、また今後の活躍をお祈りされてしまった。これで面接落ちたの何社目だよ。よう、イカリ。え？カズカ君、もしかして今の聞いていたのかい？今のって面接落ちたの何社目だよとか言ってたやつか？めちゃめちゃしっかり聞いてるじゃないか。ああ、困ったな。このままでは僕の完璧超人エリートオブエリートなイメージが崩れてしまう懸念がある。そもそもそんなイメージ持ってねえって。あれ、春日さんに怒りさん、仲良く何を話してるんですか？おお、今怒りが落ち込んでたから励まそうと。あ、春日くん、ビークワイエット、シャーラップ。なんでもないんです、宮越さん。なんでもないから、マジで本当に本当に真面目に何もないので。え、ああ、さて春日くん、そろそろ行こうかね。僕たちお茶する予定だったもんね。え、おい、さあさあさあ行くよ春日くん、レディースタディーゴー。はあ、なあ、いや、いや、
もう終わりか、エリートさんよ。すまねえ、イカリ。俺、頭のいいお前に嫉妬してたんだ。な、許してくれよ。そうだ。お前、まだうちの会社来たいんだろ。俺が本当に人事に掛け合ってやるからさ。な。君みたいなクズを雇ってるような、見る目がない会社。どうせすぐ潰れるよ。こっちから願い下げだ。怒り、くそ、逃げるぞ。おい。いいフレーズだったからね、使わせてもらったよ。ありがとう春日君、助けてくれて。いつも俺を助けてくれてるじゃねえか。それにダチを助けるなんて当たり前だろ。君は最初はただのアホだと思っていたけれど、本当に素晴らしい人材だね。僕が社長なら君みたいな人間を採用したいよ。これはお礼の印だ。受け取っておいてくれ。これからどうするんだ、イカリ。地道に就職活動と資格取得を続けるよ。僕は不器用だし、社会に馴染めないタイプの人間かもしれないけど、諦めたらおしまいだからね。僕は99社落ちたけど、山ほど資格を取ってきたんだ。次に受ける100社目の会社は受かるかもしれない。僕が僕を信じないとダメだよね。いいこと言うじゃねえか。その通りだよ。おめえはすげえんだ。自信持っていけ。で、その100社目の会社ってのはどんな会社なんだ。一番ホールディングス株式会社とか言ってたかな。え、僕も最近まで知らなかったんだけどね。地元密着でこの町のことをよく考えてる会社らしく。いや、君も一緒に受けるかい。確かに春日君は貧乏そうだし、働いてもなさそうなイメージだもんね。紹介しようか。それ俺の会社は、社長は俺なんだけど。今までの無礼をお許しください、社長様。おいやめてくれって。何卒私を。靴を舐めましょうか。そうだ、靴を舐めましょう。普通にしてくれって。ったく、そんなことやってるから落ちるんだぞお前は。お疲れ様です、春日社長。おいおい、それやめてくれよ。普通に今まで通り接してくれって。ん、さようですか。ではお言葉に甘えて。やあ春日君。お前
まだここに通うのか？ああ、資格取得は就活のためだけじゃない。自分を磨くためのものだからね。ライフワークだし、就活がどうなろうと辞めるつもりはないよ。それに、愛する人もいるし、ね。ん？イカリさん、何か言いましたか？いや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 、ノープロブレム、ノーコメント、ノースピーキング。それに僕がここにいた方が春日くんも便利だろ。資格のことについて聞けなくなったら困るだろうし。おう、助かるぜ。じゃこれからもサポートよろしくな。言われなくてもそうするさ。ダチを助けるのは当たり前だろ。へへ。おう。フフフ。